運航しているのは大阪に本社がある第一航空で、石垣波照間間の航空路線再開は実に15年と2ヶ月ぶりとなります。運航開始から初の週末となった今月27日には、観光客などを乗せた航空機が午前9時半に石垣空港を飛び立ち、波照間島へと向かいました。運航形態は月15往復未満の不定期運航となっていて、波照間島へは月曜日、水曜日、土曜日の週3往復、多良間島へは月曜日と土曜日の週2往復を原則とし、予約がない日は運航を中止し、需要に合わせて再設定するということです。予約はインターネットや電話で受け付けています。